皆さんこんにちは、鍵盤奏者ハヤトです。今日も練習の動画を撮影しようと思ってるんですけども、今時間が夜の8時です。私は仕事が夜勤なので、いつも昼夜逆転の生活をしていまして、大体もう日中は寝てるんですね。だからいつも練習を始めるのはこのぐらいの時間になってしまうんですけども、今日も夜の8時から練習をスタートしたいと思います。でまず練習前に必ずやらなきゃいけないのは準備体操ですね。これから10分ぐらい時間をかけて体をほぐしていきます。はい、じゃあ10分ぐらいね、軽めに準備運動して、今8時15分ぐらいですね。で準備運動をやるときに意識してほしいのは、自分の体のパーツを一つ一つほぐしていくっていう意識で、足首からふくらはぎ、太もも、腰、上半身、腕、手首、首という感じで、一部分だけをほぐすんじゃなくて、体の全身を全部パーツごとにほぐしていくというイメージ で、これをずっとやってるとですね、自然に準備運動をやるときに大体自分なりの順番がこう決まってきますので、私だと屈伸やって、伸脚やって、アキレス腱伸ばしてみたいな感じで、ストレッチやってみたいな、こういう順番がね、大体自分の中であるんですけども、もうずっと同じことやってるので、皆さんそれぞれに自分なりの準備運動っていうのをやっていただけたらなと思います。ある練習会に行った時に、練習の前にみんなでラジオ体操やってるチームもあったんですね。ラジオ体操の音楽流して、みんなで輪を作って、タンタンタタタタタタンタタタタタタチャン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 みたいなことをやってるチームもありました。で私部活やってた時にね、中学校の頃なんかはもう練習前にみんなで輪を作って、で部長さんが声をかけながら1,2,3,4,5,6,7,8 とかが合図かけて、はい次これはい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 とかってやって、1,2,3,4,5,6,7,8 とかってやったりとかですね、あと2人1組でペアになってこう背中を押してね、こうストレッチやったりとか、あとはこう2人でこう背中合わせてこうやってやって、こうやってね、とかって持ち上げて腰をこう伸ばしたりとかね、まあそういう2人でしかできないストレッチをやったりもしてました。で大体準備体操が終わって、ストレッチとかが終わった後に少し軽くね、ジョギングとかをして、少しこう体を温めるっていうのも中学校時代にはやってました。まあいきなりハードな練習っていうのはできないので、怪我しちゃいますので、皆さん必ずね、練習前は準備体操、ストレッチ、できれば軽い運動っていうのをやってみてください。で昨日の練習では2時間ぐらいかけてみっちりね、こうブロックの練習にこだわって、もうそればっかり集中してブロックの練習を2時間ぐらいやったんですけども、今日は何をするかっていうとブロックです。なんで昨日と同じことをやるかっていうと、昨日の練習が終わった時点でまだ私の時点で全然ブロックができてないという気持ち悪さがだいたい 70% ぐらい残ってるわけですね。で少なくてもこの気持ち悪さ、なんかやりづらいなって思うこの気持ち悪さが、私の今の時点では少なくても 50% ぐらいまでは解決しときたいんですね。 70% も不安がある中で試合なんかやっても勝てるわけないので、最低でも 50% ぐらいまではある程度自信を持ってドライブ打たれても2本1本ぐらい取れるかなぐらいのある程度の自信を持ちたいんですが、昨日2時間ぐらいブロックの練習をやりましたが、そこの 50% っていうところにまだまだ到達していないので、これを放置したまま次の練習っていうのは私はいかないっていう性格でもあります。だから昨日の練習でできていないから今日も同じことをやります。そしてできれば今日中に 50% ぐらいのところまで感覚をつかみたいなと思ってます。まあ、それではバックのブロックから練習していきますけども、いつもと同じようにマシーンの首を振ることによって、ずっと同じコースで打ってたら練習にならないので、一球一球違うところに来るボールに対して
打っていくことによって練習の効率を高めています。あともう一つ、台の上に的を置いてそこを狙うことによってより一球一球集中して同じコースになるべく正確に送るっていうことを意識しながら、100球中何球ぐらい当たるかなっていうことも数えながら練習の効率を高めながら自分の実力っていうのも把握しています。昨日ね、ブロック練習2時間くらいみっちりやってるので、もう最初からマシンを最大にしてスピードもピッチも最大にしてありますけども、で今日初めて球を打ってですね、今的に11回か12回ぐらい当たったんですね。で昨日の練習では8回ぐらいしか当たってなかったので、今日初めてボールを打って11回ぐらい当たってるってことは、昨日よりはだいぶいい感じだなっていうことが自分で分かるわけですね。まあそういうことを意識しながら練習してます。今2回目の練習で的に18回当たりました。今3回目の練習で的に18回当たりました。今4回目の練習で14回でした。今5回目の練習で15回当たりました。昨日だいたい10回いかないぐらいだったので、それと比べるとだいぶ平均的な安定感っていうのは増してるのかなと思います。じゃあ次ストレート練習していきます。今ストレートを初めてやって、今日初めて1回目で16回当たりました。2回目の練習で15回当たったんですけども、ちょっと今思ったのはピッチがあまりにも速すぎてですね、ボールが的に当たってるのを数えてる間に次のボールが飛んできちゃうんですね。だからこれだとちょっとあまりにも練習としては良くないなと思いまして、少しピッチを下げてやります。次しっかり一球一球集中して打つために、スピードはマックスのまま変えないんですけど、ピッチの速さだけちょっと落としてですね、一球一球しっかり見ながら狙っていくってことをやりたいと思います。であと一つやりながら思ったのはですね、ラケットのいろんなところに当たっちゃってるんですけども、でもやっぱりこのラケットの一番真ん中のスイートスポットに当たった時が一番安定してるなっていうのを感じたんですね。やっぱ端っこの方に当たってる時って打ってる感じも変な感じだし、やっぱスイートスポットにしっかり当たった時の方がコントロールもよく、ボールタッチもいい感じになってるので、きちんとこのスイートスポットに当てるように意識しながら、ちょっとピッチを落として一球一球狙ってやっていきたいと思います。今ピッチを遅くしてスイートスポットに当てるっていうことを意識してやったんですけども、それで16回当たりました。やっぱちょっと意識を変えてるので、思った以上にコントロールはうまくいってないんですけども、これを続けていくことでどう変化していくかっていうのを見たいと思います。スイートスポットを意識し始めて今20回ぐらい当たったんですね。このままもう少し続けていきます。今12回当たったんですけども、今何が起きたかっていうと、スイートスポットに当てようとしてある程度コントロールを良くしようと思ったらですね、球の勢いが今までよりも少し緩くなった結果、的よりも少し手前でバウンドしてしまってたんですね。だから的に当たってなかったんですね。で私は的はある程度深めのね、この辺に置いてあるので、この辺りにバウンドしてしまうと球が当たらないんですね。もうちょっと深めを意識して次練習してみます。はい、今28回当たりました。
まあ、28% ぐらい的に当たってればそこそこ安定してるかなと思いますので、また戻ります。クロスをまたやりたいと思います。